This could be good for me. Lately I さあ始まりました。本日は OMG のチャート分析させていただこうかなと思います。現在時刻ですけども11月27日14時54分 YouTube 録画しております。現在の OMG ですけどもちょうど930円ということで大体 7.6% 下落しております。最近の OMG ですけどちょっとねなかなかこう上がっていかれずということでもう1000円もね割り込んでしまった OMG なんですけども結構私の周り OMG 気にしてる方多くてですねOMG そろそろ買い場かなという声とかちょっと OMG もう見てられないみたいなちょっと声が結構聞かれて届いてきてるような感じがします。で OMG に関してちょっと気になってる方がどことなく増えてきているような感じがするんですね。 OMG のことを気にしている人が多いというかそういう形になっているような気がするのでちょっと今回ちょっとまたね取り上げてみたんですけども、まあ、前回ちょっと取り上げたのがちょうどエアドロップがありましてボバでしたっけ、ボバという新しい仮想通貨が OMG を保有しているともらえるという形のイベントがありましたけども、それを起点にですね、それ2000、大体2000円上回ったぐらいですかね、その辺でサービスがありました。ただそこからですね、もう一気に下げてきてしまって、本当に大体2000円ぐらいだったものが今1000円以下ですから、まあ半分以下になってしまったというような状況ですね、最高値から見ると。非常にこれ厳しい状況が続いています。でなかなかですね、こう上がっていかれないという形で、まあ、ちょっとその前にですね、OMG の前にエアドロップがあったのが、ちょうど IOSE も同じようなタイミングのちょっと前ぐらいにあったんですけども、こちらもですね、同じような動きになっちゃってるんですね。大体 OMG がそのぐらい半分になってしまったんですけども、ちょうど IOSE もですね、まあ、8円ぐらいまで上がったものが、今 4.3 円なんで、同じぐらいですね、半分ぐらいにちょうどなってきているというところなんで、ちょっと IOSE の動きに注目しておくといいかもしれません。少し先に動いているような状況なんで、チャートもね、ほぼ一緒ですね。右肩下がりで。なんか陰線と陽線の数もね、ほとんど同じなのかっていうぐらい、うり二つのチャート。まあ、ちょっと OMG に比べて先に動いているような気がするんですけども、ほとんど一緒ですね。形がもう、コピーしたのかっていうぐらい一緒なんで、ちょっとここの動きに注目しておくといいと思います。ですので、OMG ちょっと増やそうかなとか、買い増ししたいなっていう方は、あんまり焦らない方がいいかもしれないですね。まあ、ちょっとこう、ホルダーの方においてはちょっと残念なお伝えになっちゃうかもしれないんですけども、まあ、OMG が上がるとしたら、IOST も多分上がっている時かなと思うので、IOST が、例えば陽線が出てですね、ボンボンと上がっていった次、ちょっと間を置いて少し上がるかなっていう感じなんで、ちょっと非常に厳しいんですけどね、本当に。で、私は今、OMG の方は、以前取引したことがありまして、もう持ってないんですけども、IOC の方は私持ってます。で、こちらはちょっと下がっちゃっているんですが、ね、本当にちょっとね、OMG のホルダーの方たちの気持ちも痛いほど分かります。まあ、何度もこういう体験はしてるんで、あれですし、まあ、IOC の方はですね、私の方がもう腹をくくって購入してまして、今、ステーキングなどもしてますので、まあ、別に、まあ、売ることもできなければ買うこともできない状況。まあ、買うことはできますけどね。まあ、買うことはしてないですけど、今は。まあ、保有はしてますので、まあ、ちょっと下がってきてしまっている。まあ、でもね、そんなに短期で売るつもりもなかったので、全然いいんですけど、そこはね、しょうがない。しょうがないっていうか、まあ、いいんですけどね、そこは。なんて言うんでしょうね。まあ、そんな状況が同じだなと思いまして、まあ、そこはね、なんとなくちょっといろんな仮想通貨やっぱり見てる時間が長いものですから、あ似てるなって以前から思ってまして、で、なんか OMG 持ってないとちょっとこう客観視ができないじゃないですか。なんかちょっと下がってるねって言ってるだけだと、持ってる方にとってはね、うんって感じだと思うんで、まあその逆に先に言ってる IOC は持ってしまっていますから、うん、まあまあ気持ちが本当に同じ、皆さんと同じような状況かなと思いますね。で、動き的にも、うん、全然上がる日が少なくて、まあ、だんだん、まあ、幅的にはちょっと OMG の方がきついんですけど、なんて言うんでしょう、まあ、動きは一緒ですね。本当に一緒です。ですので、まあ、今のところちょっと上がっていける要素が、エネルギーがあまりにも不足してますし、まあ、それでね、こう、通常でも下がってたものですから、まあ、この今、バッドニュースがね、変異株というものが出てきてしまったので、まあ、ちょっと厳しいですよね、正直ね。まあ、ただやっぱり、OMG のホルダーの方も今ちょうど試されちゃってると思いますね。正直、まあ厳しい言い方ですけども、OMG が本当にいいと思えば、まあ、逆に下がったところではね、買い増ししてやろうぐらいの気概があるかと思いますし、まあ、その買い増しにおいてもね、ちょっと焦ることはないと思いますね。もう安くなったら成り切ったところで買うぐらいで、
いいんじゃないかな。下手にもうこの辺で買ってしまうとね、その高く持っていたものでまあでもね、全部投げちゃうみたいな、これは私は何度もやってますのでよくわかるんですけども、あんまり今は負担を増やすよりは減らした方がいいですね。枚数はできるだけそんなにこう確信がないまでは増やすべきではないですね。もっと下がってしまう可能性も十分あるので、ここはやっぱりしっかりですね、腹がくくれて、これだったらどれぐらいまで下がってもいいと思えるぐらいのものであればいいかもしれないんですけど、ちょっと安いから買っておこうかなぐらいの感じだったらやめた方がいいですね、と私は判断しています。まあちょっと厳しいんですけどね、まあ変異株の動向がどこまでね、影響があって、下げ相場が続いていくかっていうのは、やっぱり今見極めなきゃいけない時期ですので、まあ、ここはしょうがない正念場ですし、まあそういう形でね、本当に厳しくて申し訳ないんですけども、まあ、ですのでちょっと今下に800とね、見えてますけども、変異株がやっぱりこれから広がっていってしまいますと、まあ、OMG だけじゃなくて下がるのは他のやつも全部下がるとは思いますけど、やっぱり OMG で今チャート分析している中でお伝えすると800の方に向かうんじゃないですかね。これは厳しいですけどしょうがないですね。まあ IOC も補足すると4円の方に向かうでしょうね。まあ、そんな形になり得ます。で、この変異株がね、どこまで、あんまり日本には関係ないよとかになってくれれば、逆に言うと、まあ、日本の株が上がったりして、そんなに影響がないのかもしれないんですけども、やっぱり世界にまたね、この変異株が拡大していってしまって、また緊急事態宣言だとかなってくると、やっぱり下がっていく形にはなってしまいます。これどうしても申し訳ないですけど、本当に嫌ですけどね、しょうがないですね、これはね。まあ、ただどこまで広がるかっていうのもちょっと今のところ微妙ですよね。まだはっきり出てきたばかりのニュースで、ちょっとサプライズ的にびっくりしましたので、正直私も驚きましたね。ここまでやっぱり影響がね、あの日本のコロナの感染者数がだいぶ減ってたんですけども、やっぱり例えばお隣の韓国では増えてたりとか、ちょっとアフリカの方でもそうですし、まあ他の諸国でもね、ちょっとそういう形で増えてたところがありましたのでね、ちょっといずれはこういうことにもなるんだろうなっていうのはちょっとどっかで思ってたんですけど、ちょっと思ったよりも影響がね、急に来たなっていうところもありましたし、結構大きいですよね、株式においても。まあですので、ちょっとやっぱり下目線でね、この下落トレンドがずっと続いてますけども、まだ終わってないなっていう感じになりますね。ですので、しょうがないです、ここはね。ということで、まあ動き的にはですので、ちょっと800円の方に向かって、いるんだろうなというところで、 MACD なども今なかなか上向きになれないので、ちょっとこの辺の指標からもかなりまだね、まだ厳しいのかっていうふうに私も思いますけどね。 OMG に関しては本当に、まあ周りの方、結構私の知人の投資家たち持ってる方いるんで、本当にちょっと心配ですけどね、そこもね。まあ私も人のことは心配していられないかなって、ちょっと IOC 持ってますからね、思うんですけども、まあそこはね、長くお付き合いしていくというか、で、今本当に心がけなきゃいけないのはそういう厳しい状況です。ただ、負けない投資っていうのをぜひ心がけましょう。本当に今ね、勝つ投資をやってしまうと、先ほど言ったように、ぶん投げっていうことで終わってしまいますので、今はとにかく落ちるナイフは拾うなっていう言葉ですよね。まあ本当に、それがぴったり当たるのは嫌ですけども、まあ、状況はそうなっているのかなっていうのが、受け入れなきゃいけない。かもしれませんね。まあ、ただ短期的に OA はそういう風になりますけども、やっぱりね、 OMG 持っている方も、私は IOC 全然売る気ないので、まあしょうがないなっていうぐらいなんですけども、短期でね握ってしまった人は本当に苦しいと思いますね。まあですので、そこですね、問題はそこ。長期の方はまあしょうがないです。まあこれはまた上がり始めた時に少し買い増しするかとか、いろんなやり方はありますし、まあステーキングで、ね、その場をしのぐというか、枚数増やしとこうっていう、別にそれはそれで前向きだと思いますよね。それができれば全然問題ないと思います。短期的にやっぱり上げ下げありますので、今は下がった局面ということを受け入れれば、まあしょうがないなっていうぐらいで終わるんですけども、やっぱりそこが試されちゃってると思うので、今、本当怖いなって思う方は、まあ、たくさん保有しすぎているのか、それとも OMG に対して信頼性が揺らいできているからそういう状況なのかっていうのを、もう一回今試されちゃってると思いますので、しっかりね、後悔ない投資をぜひ続けてみてください。はい、ということで OMG のチャート分析、本当に非常に厳しい一点張りのね、チャート分析で本当に心苦しいんですけども、今はそういう状況が目に見えていると思います。ですのでね、本当に焦らずですね、とにかく負けないっていうのを、いろんな意味でトータルでもう一回考えて、しっかりこれからも一緒に頑張っていきましょう。ということで今回 OMG のチャート分析。
以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。